ポーシンスキーやもんな電車とかな新幹線とかご飯今から食べてしょ今走ったらせ食べへんくなるからなご飯今から食べてから降りて走ろうなはいくださいなちゃんよかれやるよなお膝嫌がってるけど結構痛そう痛いな消毒しようか はい、子供ら中入ります。中入れんねんこれ。はい、入っていきます。 ポッポルポッポッポル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 ポッポ
なあ、遠足気分でしんちゃんがリュックに子供たちのお菓子とかジュースを入れてくれてます。はい、駐車場にな、になって、誰に言うとんねん。駐車場に遠赤外線車があります。駐車場にな、せお先に座ってください。これどうした、これ爪痕あるせいはいつも駐車場とすぐ逃げます。中古っていうことすぐ逃げます。お先に座って、お席に座るの、パパ。うわ顔はめてみてるよ、顔出して。あ、お姫様、しんちゃんも顔出して。そう、頭や顔出して、違う違う、出過ぎ、それ亀やんさっきのでええねん、しんちゃんは。やってみて、せーの、はい、もうちょっと顔入れて。お、あれや、お姫様似合うな、髪くりくりやし。なお中心、なお中心に行くの上手やな、しんちゃんも入れてよ、ちゃんと。なおのがうまいで、上手、出過ぎめっちゃでかい蜂おるな。ちょ、これ携帯やったら分からへんけど、今まで見たことある蜂の3倍から5倍ぐらいの大きさあるんで、これ動かんとってしんじゃん。めっちゃでかい、これ。え、何センチ、これ7センチぐらいあるんじゃん。なあ、こんなでかいの初めてやな。子供の国やけど、おもちゃ王国にちょっと似てるな。ええな、これすごいんですよ。これこん中入ってパイプ全部通っていっての、すごいな、これ高さ3メートル以上あるもんな。これ全部通れるんですよ。なんかコロナでちょっと使用中止っていうね。もう7月になろうとしてますけど、はい、すごいな、鳥取の意識がすごいな。鳥取感染者ずっとゼロやのに、いないのにちゃんとやるっていうね。まあ、東京とか他府県からもし誰かが来てなった時のためにその感染予防やってるかなと思います。七夕だよね。さあ、しんちゃんは何のお願いしてなかったっけ。あ、賢くなりますようにと強くなりますようにってな。はい、せい降りたいね。せいも靴履いていこう。な、行こう行こう。せいも降りたいからやろうか。な。なんだ、ご飯今から食べる。食べてでしょ。今走ったらせい食べへんくなるから。な。ご飯今から食べてから降りて走ろう。な。はい、ください。なちゃんにお帰りだな。せいはここでもアンパンマン踊ってます。さっき降りたい遊びたい言ってんけど、な。ご飯とこ来て、来た瞬間落ちてたな。なちゃんパパすんの。なちゃんパパで抱っこくんの。なんか座って、座って、ここ座って、座って食べるから。タコちゃん、座って食べんねん。タコちゃうよ、座って食べない。なんか食べんねん、カレー食べんねんな。お子様カレー食べんねんな。なおはお子様用の椅子から降りてパパのとこ来ちゃいました。
おお、泣いてんの、泣いてんの。食べような、座ってな、じゃ座ろう座ろう。楽しそうに滑り台をしてたせいですが、機嫌悪いです。なぜかというと、こけて、ひさせに向きました。はい、ひさみして、せいひさみして。うわ、痛そう。ちょっとえぐれと思うな、石のところだから。待ってな、せいが反対行きたいんで。いなかったせい。痛がれへんのりの、普段。あんた回復力すごいな、ベジータみたいな。ちょっと見せて、膝ほんま見せて、痛いの見せて。膝嫌がってるけど結構痛そう、痛いな。消毒しようか。ちゃんといるよ。おリオ、リオ手回すやつ乗ってるの。これ100円で乗れるんでね。はい、リオちゃんとハンドル、ハンドルボム、ハンドルしながらハンドルむずいな。テントウムシ似合うやん。死んじゃ、ちょっと待って、ちょっと待って、九州におるヤンキーみたいや。あ、事故った、事故った、事故った。これ出る。違うの乗る。お、リオ普段こぐことしてないからこぐのに苦戦。お、しんちゃんぶつかる。お、うまい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 。うまい、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 うまい。ぴょん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 。9 8 7 6 5 4 3 5 2 犬、お、犬うまい、犬うまい。はい、じゃあしんちゃん終わり。しんちゃんゴーカート一人で運転してます。頑張れーしんちゃん、頑張れー。めっちゃ遠いけど、しんちゃん頑張れー。できた、ゴールしたらペダル離してな、ゴールしたらペダル離してな。はい、はい、ペダル離す。はい、パパが今からしんちゃんの方に走っていきたいと思います。早い。はい、なお遅いからやっときた。なお帰り。おせいはおろしたら余計泣くし、おんぶしたらそれでもまだ泣くし、でもおんぶしろって言うし、おろしたらもっと泣くし。消防車がありました。あのね、こっち側はちょっとね、幼児向けかな。あの、いっぱい遊具があるんですけど、これ見えるから広いな。結構ちっちゃい子も、何言うとんねん。ちっちゃい子向けのやつが多い。これも、うん。いっぱいあるんですよね。こっちも。おしんちゃん来た。はい、リオもおいでー。はい、おいでー。お、うまい。はい。ポッドちゃんもう一回滑ってきて。怖いやつがあった。どれが怖い？全然大丈夫。なんで泣いてるかっていうと、まずぼっくりが怖いリオです。怖いな、怖いな、怖いな、怖いな。よしよしすんの、ラクダに。鳥取のラクダによしよしすんの。かわいいな。松ぼっくりも怖いし、虫も怖い。あんた髪型でもほぼ松ぼっくりと一緒よ、ほら。せい、ブランコ好きやな、せい。ちょっと揺らしたろ。ちょっと揺らしたろな。普通の、何が違う？点検？せい、点検してんの。ブランコ大丈夫？安全強度大丈夫？点検？大丈夫？楽しい、ほら、すごい楽しい。上から見たろ、待ってな、上からな。はい、頑張れ、なお頑張れ。いい、ここ楽しい。めっちゃちっちゃいやん。小さい乳幼児用のやつもありますね。
あの傾斜やばい、何度パッと見も80度ぐらいに見えるけど、実際は多分60度とか、もうほぼ真下やん。これもっとあるんかな、角度。行ってみたいと思います。お願いしてね、バイバイ。お願い、誰にすんねん。スパー。行き方しよう。せーの、合体。なんやねんそれ。なんやねんそれ。せーの、合体って何やねん。おもちゃ大好き、遊ぶの大好き、みんなで一緒に。ここクリックして、チャンネル登録よ。